2023年、岡田監督の初陣は京セラドームでの DeNA 戦。スタメンには森下や小畑といった若手選手を名を連ね。阪神の開幕投手はエース青柳。能見さん、青柳は開幕投手を務めて勝利投手にもなって仕事を果たしましたね。はい、良かったですね。ボールの強さもね、ストレート特に速かったですし、すごい良かったですね。そして打線は1点を先制し、なおもチャンスでバッターは開幕ショートの座をつかみ取った小畑。福本さん、開幕ショートは小畑だったんですよね。ね、最初はでしたね。小畑は攻守で活躍が光りました。そして9回のマウンドは守護神湯浅。無失点に抑え、タイガースが開幕戦を白星で飾りました。続く2戦目にはルーキー森下のプロ初ヒット、初打点も。同点の延長12回、ツーアウト満塁とし、バッターは近本。近本のプロ5年目で初となるサヨナラタイムリー。浜中さん、こういう勝利は勢いつきましたよね。いや、サヨナラっていうのはやっぱり勢いつくと思うんでね、まあ、近本自身もこのヒットで勢いついたと思いますけどもね。そうですね。開幕3連勝を目指す3戦目、先発は才木。6回3分の1、8奪三振、無失点。福本さん、才木は今年初の開幕ローテにも入りましょうね。いや、力つけましたね。そうですね。そんな才木を守備も盛り立てます。今年からセカンドへコンバートされました中野の攻守も。打つ方では8回の裏、ランナーを1人置いて、バッターは代打の原口。今シーズンチーム1号のツーランホームラン。タイガースは開幕3連勝という最高のスタートを切りました。阪神対巨人の伝統の一戦、左肩の違和感で出遅れた伊藤将司の初登板。4回までノーヒットの完璧な投球。能見さん、本人もやはり気合十分でしたね。まあそうですね、遅れた分ね、なんとかね取り戻そうというのもありますし、まあでもジャイアンツ戦は強いんでね、伊藤将司投手は。巨人打線も抑えます。この日は打線も爆発。3回には近本の2号ソロホームラン。6回には大山のこちらも2号ソロホームラン。さらに若手の井上はプロ初の猛打賞4打点。浜中さん、井上も1軍で結果残してましたもんね。そうです、最初からね、こうチャンスをもらってそこで結果を残してましたんでね、いいところで打ってましたよね。この日タイガースは19安打15得点。9回のマウンドにも伊藤将司が上がり、見事完封勝利。伊藤は甲子園での連勝記録を11に伸ばしました。さてこの日のゲーム、先発はドラゴンズが柳、タイガースは伊藤将司。横浜高校 OB 同士初の投げ合い。野見さん、見応えのある対決でした。そうですね、はい、そこの、ね、先輩後輩っていうね、そういうのもちょっと意識を、ね、するので、どちらも得点を許さず投手戦に。4回チャンスを先に作ったのは中日。横浜高校の先輩柳にタイムリーを打たれ、後輩の伊藤将司は先制を許します。しかし8回1点も追いかけるタイガース。ランナー3塁1塁とチャンスを作り、バッターは大山。レフトへのタイムリーヒットで同点。チャンスが続き、バッターは佐藤輝明。1、2塁間を破るタイムリーヒット。ダイソー島田の激走でタイガース逆転。甲子園が沸きます。
最後は不調の湯浅に代わって岩崎が9回のマウンドへ。今シーズン初セーブを挙げ勝利を収めました。好調のタイガース、11日のゲームから一気に7連勝。前半戦のタイガース好調のキーマン、8番の木浪。浜中さん、木浪の存在は大きかったですね。大きかったですね。8番からでね、こうチャンスも作れます、今みたいに返せますしね。非常に貢献度が高い活躍を見せてくれました。そして能見さん、5月はタイガースリリーフ陣も非常に好調で、トータが噛み合ってましたね。もうそうですね、少ない点数でも勝てるっていうところはね、本当に強かったですね。そして福本さん、こう起用された選手がしっかりとこう期待に応えていく、そんなゲーム展開ですよね。本当に場所をもらったらね、結果出しましたね。こちらはダイソーの小畑、そして代打の糸原でもぎ取った1点。タイガース5月はなんと月間19勝、非常に勢いのあった5月です。しかし交流戦、タイガースは7勝10敗1引き分けで負け越し。リーグ戦再開後、 DeNA との首位攻防戦でも3連敗。5月12日以来44日ぶりの首位陥落も。作り方も寂しいな。それでも交流戦後のタイガースは若手や新戦力の活躍が目立ちました。高校を出て2年目、前川右京。浜中さん、見事な活躍っぷりですよね。いやー、でも本当に高卒、ね、2年目とは思えないようなスイングですし、やっぱスイングスピードも速いです。今ね、変化球も打ちましたけど、ストレートにも強い、変化球にも強いというのね。そして福本さん、ドラフト1位ルーキー森下のこの待望のプロ初ホームラン。いいところで最高の場所で打ちましたね。そうなんですよ、この日の唯一の得点、1対0、決勝点となるホームラン、最高でしたね。はい。そして4年ぶりの開催となった倉敷での一戦、先発は53日ぶりの一軍復帰登板となったエースの青柳。7回2失点の好投で復活の白星を挙げました。はい、ということで VTR でタイガースの主な前半戦の流れを振り返ってまいりました。では順位表も確認しておきましょう。順位表はこちらです。タイガースは首位で前半戦をターンしたということになりますが、2位広島が1ゲーム差、そして3位の DeNA は首位タイガースとは3ゲーム差と、浜中さん、詰まってますね。まあ、そうですけど、首位ターンできたというのはやっぱ大きいですし、貯金は18まで最高ありましたけど、貯金11ですよね。だから十分前半戦の戦い方としては、ちょっとね、6月7月でね、ちょっとこう調子、打線陣が調子悪い時ありましたけど、十分この位置におるっていうのは、僕はいいことだと思いますけどもね。ここまでは順調と。能見さんはタイガースの前半戦はどうご覧になってました？でも十分だと思いますよ。あまりね、開幕からこう見てますけど、そこまで揃ってるって言われたらそうでもない、状態もそんなに良くない、それでも勝ち切ってたっていうところはね、やっぱ選手の力もそうですし、戦力の層自体が厚いので、後半戦はね、多分打撃陣もどんどん上がってくるので楽しみですよ。そうですね。